マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。右の増井、マウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第7球を投げた、打ちました。右中間へ持っていきましたが、これはヒットになります。打球が転がっている、センターからセカンドへ。中村、いいバッティングを見せました。ホーム、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。1球目空振りから、打ちました、いい当たり、二遊間、ライナー破っていった、センター前クリーンヒット、ホームイン。ホークス、まずは1点先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面、第4球を投げました、打った、いい当たりだ、一、二塁間、ライナーで破った、ライト前クリーンヒット、栗原、いいバッティングを見せました。ホークス、なおもチャンスが続きます。ボール、次は4球目、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、ホークス、さらに1点追加、栗原、三塁です、トーン、デスパイネタイムリー、ホークス、なおもチャンスが続いています。さあ、リプレイです。1回が終了しまして、2対0、ホークス、まずは先制しています。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭ストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、スローカーブ、空振り三振ありません。右バッターボックスは7番中川、まずは決めてきました。第2球、打った、シュート、交代、ヒット、中川、ナイスバッティングです。バッターは8番安達、背番号3。第9球投げた、初球を打ちました、三遊間の打球破っていった、安達、いいバッティングを見せました。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、センターへの打球、センター下がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。東浜、踏ん張ってランナー2人残塁、2回の表が終わって2対0、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターを、投げました、あっと、ファルチップ、アウト、ランナーありません。ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、東浜、最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって2対0、4回の裏、これから初球ストライクから、投げました、打ちました、破った、栗原、いいバッティングを見せました。バッターは DH の、まずは見送りました。第2球投げました、打ちました、右中間へのフライ、右中間へのヒット、栗原、三塁を狙う、栗原、三塁です、トーン、デスパイネ、ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打、投げました、打ちました、初球打ち、ライト落下点に入りました、掴みました、三塁ランナーはタッチアップ、三塁ランナーホームイン、ホークス1点入りました、3対0。リプレイをご覧ください。今日2回目の併殺でこの回を終えました。4回までが終了しまして3対0です。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番バカ、第2球投げた、打った、いい当たりだ、センターへのフライだ、ヒット、若月、いいバッティングを見せました。2塁に変わります。今日は安打を放っています、バッターの大城。
第9球打った、シュート、ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。二塁ランナー若月残塁に終わりました。5回の表が追い込んでいます。次が4球目、投げた、変化球、空振り三振、なありません。バッターは8番足立、これが3度、第2球、投げた、打った、取りました、これで3アウト。ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。第2球、投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。東浜三者凡退に抑えています。8回の表が終わって3対0です。さあいよいよ最終回、2キロ、投げました、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、吉田、いいバッティングを見せました。バッターは指名打者ジョーンズ、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、流し打ち、1・2塁間への当たり、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、東浜完封勝利まであと。第5球、投げました、打ちました、今宮ダイレクトでボールを掴んでアウト、試合終了です。東浜見事な完封勝利、ホークス見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対0ホークス勝ちました。勝利投手は東浜、敗戦投手は松井、ホークス全員で勝利を呼び込みました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、福岡ペイペイドームよりお伝えしました。